はいどうも、今回はワードプレス、ツイッターをプラグインを使わずに好きな場所に埋め込む方法を3分で簡単解説というですね、簡単解説をやっていきたいと思います。ツイッターを埋め込むときにプラグインを使う方法が多かったんですけども、今ですね、ワードプレスのデフォルトの機能で、もうさっとね、入れ込むことができますので、そのやり方を簡単解説していきます。まずワードプレスね、出していただいて、まずそうですね、どこに入れましょうか。固定ページに入れようと思います。ワードプレスのバージョンがね、少し古い場合は難しい時もあるんですけども、多分ですね、ブロックエディターっていうですね、エディターが最新のものになってたら、ほぼほぼ大丈夫だと思います。で、ここ、プラスですね。ここのプラスを押していただいて、すべてを表示を押していただいて、下の方にずっと行くと、埋め込みっていうコーナーがあるんですよ。でその埋め込みの中にツイッターを埋め込むっていうボタンがありますので、これを押してあげると URL をポンと入れてあげるだけで完了するという優れものなんですよ。で、今回ですねツイッター、そうですね、何でもよかったんですけども、なんかこう国交省のものを出してみました。はい、でこれとりあえずこれをねコピーします。通常はねここを自分の、ページの URL をコピーすることになると思います。で自分の、ね、URL をコピーして、埋め込む URL のところに貼り付けるだけで、あとは埋め込むを押してあげると完成。じゃあプレビューして見てみたいと思います。こんな感じ、こんな感じで埋め込みが完了されてます。もう右側も来ちゃいましたね。これちょっと後でやりますね。こんな感じ。はい、で今これツイッターね、サイドバーに入れてるんですけども、サイドバーに入れる方法っていうのも今からやっていきたいと思います。サイドバーも簡単でですね、同じやり方ですね。はい、外観ウィジェットっていうところから入れたい場所、サイドバーとかフッターとか入れたくなると思うんですけども、サイドバーによいしょツイッターを出してあげる、で埋め込んであげるということで、やり方としてはツイッターを出してあげて URL を入れて埋め込みで更新してあげると、サイドバーに無事更新されますよっていう状態ですね。はい、であとはですね、そうですね、フッターに入れてみたいと思います。フッターに入れたい場所にツイッターを出して、埋め込み URL を入れて埋め込んで更新してあげるだけ。そうするとフッターにもツイッターが入りました。はい、今はね、これでね、すごく簡単に入れることができます。はい。ということで、今回は、Twitter をプラグインを使わずに好きな場所に埋め込む方法を3分で簡単解説という内容をやっていきました。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方は、グッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また、概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。